WSR-88D レーダーオペレーションセンターにあるネクスラット、レーダー国立シビアストーム研究所での WSR-88D のテストベッド、実証試験の様子。ネクスラットは、アメリカ合衆国商務省の海洋大気庁内の国立気象局が運用する159地点に設置されたドップラー式の高解像度気象レーダー網である。 技術的な正式名称は WSR-88D でウェザーサーベイランスレーダー、1988ドップラーという意味が込められている。ネクスラットは降水と風を検知する。処理されたデータはモザイク様の地図上に表示され、降水の傾向とその移り変わりを確認できる。本、レーダーシステムはオペレーターによって選択可能な2つの基本モードを備えている。 一つは、クリアエアモードと呼ばれる低速スキャンモードで、対象地域でほとんど大気の動きが確認できない場合に、大気移動の分析に用いられる。もう一つは、降水モードと呼ばれ、活発な気象現象を捉えるため、より高速なスキャンが実行される。ネクスラットは、アルゴリズムと自動ボリュームスキャンの使用等、自動化されたシステムである点が、重要視される。 大陸の合衆国本土の観測点アラスカ、ハワイ、海外領土及び米軍基地の観測点。ありがとうございます。